アイドルグループの末っ子はファンだけでなくチームのメンバーからも可愛がられる存在です。ルセラフィムの末っ子ウンチェも可愛らしい姿でお姉さんたちからたくさんの愛を受けていますね。笑顔のジャガイモ、スマイルポテトというニックネームがつくほど愛嬌のある彼女はどんな魅力を持っているのでしょう。今回はウンチェがアイドルになったきっかけやどのようにルセラフィムの一員へとなったのか、詳しいプロフィールを一緒に見ていきましょう。2006年生まれ、現在15歳のウンチェですが、168センチという高身長とルセラフィム初タイトル曲フェアレスで見せた大人っぽい雰囲気に末っ子には見えないという反応がデビュー当初は多くありました。しかしルセラフィムのドキュメンタリーや独自コンテンツのおかげで末っ子ウンチェの可愛らしさが爆発的に広がったようです。飛行機に初めて乗り、初めて海外に行く姿は、最近海外での活動が一般的となった K-POP アイドルにはない新鮮な姿で、多くの K-POP ファンが彼女の魅力の虜になってしまったことでしょう。お姉さんたちも末っ子のエネルギーあふれる姿に愛情を持って接し、ウンチェのやること一つ一つが気になって仕方ないようです。グループ最年長の桜は、大変なことはお姉さんが全部してあげるから、あなたは何の心配もせず笑ってなさいという言葉を送り、ウンチェが感動の涙を流したこともありましたね。桜は自分のお菓子を買う時もウーチェが好きなお菓子をまず考えると明かし、彼女への無限の愛を感じさせるメンバーです。現在は5人のメンバー同士すごく親しくなり、メンバーたちは一緒に寝る時はぎっと近寄り、ウーチェはお姉さんたちの上に横になって幸せに寝る姿もありました。ウーチェはグループ合流当時内向的で人見知りだったため、メンバーたちも大丈夫か心配したといいます。しかしチェオンによれば、ウンチェに辛いのと聞くと、そっとハブする愛嬌があったそうです。ドキュメンタリーでもウンチェが初めて宿舎に入った時、キャリアケースから人形枕が出てきたり、お姉さんたちにあげるカプリサー飲料水を持ってきたりと、まだ15歳の少女らしい可愛さを発見できました。そんなウンチェ、実はドキュメンタリー映像を見るとルセラフィムに一番最後に合流したメンバーであることがわかります。そして実際はルセラフィムの構想当時は計画されていたメンバーではなかったことも明かされました。先日ルセラフィムのデビュー過程が撮影されたドキュメンタリーが公開されました。そこにはルセラフィムのメンバーたちが6ヶ月以上の間毎日厳しいトレーニングを受ける姿があったのですが、映像を見ると、もともとルセラフィムデビル組にはパズハとウンチェがいなかったことも確認できます。そしてルセラフィムの初期メンバーには日本人のハルカがデビュー組に所属していました。しかしチームを進める中でハルカは残念ながら脱落することになり、パズハとウンチェが最後に合流しメンバーが確定しました。ドキュメンタリーの途中、ウンチェは急にデビュー組に合流することとなり、たくさん心配したことを明かしています。すでに他のメンバーは振り付けやダンスの動線を全部覚えた状態で、スタートが遅れたことへのプレッシャーがあったからです。それでもウンチェは合流の知らせを聞いてすぐフェアレスのダンス映像をもらい、たった2時間で振り付け全部をやってのけるすごい才能を見せてくれたとも言います。お姉さんたちに迷惑をかけないように努力する末っ子だからこそ、メンバーたちからも愛されているんでしょうね。グループに合流して振り付け練習を一緒にやった後、カズハが泣く姿に戸惑って瞳を動かすウンチェの可愛い姿も発見できました。実はルセラフィムに最後に合流したウンチェがしっかりと練習についていけたのには、学生時代の経験が大きく関係していました。ウーチェの友達の証言によると、ウーチェの MBTI が ISFP ということが信じられないほど活発な姿を聞くことができます。小学生の時は生徒会長と放送部をし、中学生の時は生徒会と運動部をしながら充実した学生時代を過ごしました。中学校1年生の時、先輩が運動する姿がかっこよく、ネットボール大会にも出場し、先輩たちが学校の行事をしている姿がかっこよく学生会にも入ったそうです。さらに学校で特技を披露するチャンスがあれば絶対に出ようとしたことが K-POP に関心を持つきっかけだったとも言います。小学生の時、もっと本格的にダンスを習いたくなったウンチェは
勇気を出してダンス塾に通いたい、アイドルになりたいと両親に長文のカカオトークを送りました。その時ユンツのお母さんの答えは考えておくだったそうですが、すぐに塾を調べてくれてデフダンススクールというダンススクールに入ることができました。オーマイガールの岩戸数比、プロミスナインのシオ、チーフレンドでありイビジのウナなど多くのガールズグループのメンバーがここの出身で、韓国の中でも屈指の実力があるスクールのようです。ここで一生懸命学んだウンチャはオーディションを通じてソースミュージックに入ることになりました。ソースミュージックが先にウンチャを手にしましたが、セブンティーンがいるプレディスエンターテインメントやアールズグループの名門 JYP など他の芸能部署も狙っていた人材だったそうです。しかし無事に事務所が決まったからといってその先が簡単なわけではなかったといいます。苦しい時間もたくさんありました。練習生になったウンチャはたくさん泣いたそうです。練習生の最初は家に泣きながら帰り、お母さんに辞めると言ったこともありました。練習が思い通りにできず悔しい日々を過ごしていたウンチェ。そんなウンチェの転機はエブンティーンのステージだったそうです。2018年ドリームコンサートに行ったウンチェはセブンティーンのステージでファンの大きな歓声と応援を聞いて、私もあのステージに立ちたいと思ったといいます。ウーチェはファンに元気を与えられるアーティストになりたいと決心し、練習も頑張って耐えるようになります。しかしデビュー組に合流してからも辛い時間はあり、ドキュメンタリーではカズハが練習がうまくいかず泣くシーンがありましたが、ウーチェも泣いたそうです。一番最後に合流したのでついていくことに必死で、上手にできないことがメンバーに申し訳なくて悲しくて涙を流したと明かしました。そんなウンチェを慰めてくれたのもルセラフィムのメンバーたちでした。ウーチェがお姉さんたちとなかなか馴染めず、まだわからないことも多いと素直に伝えると一緒に泣いてくれて心を開けるようになったといいます。またルセラフィムのドキュメンタリーではメンバーたちが不安で苦しい時期に可愛い末っ子のウンチェが合流してくれて雰囲気が明るく変わったとも告白していますね。そういった存在でもあったことからルセラフィムのメンバーたちはウーチェを大切に愛してくれるみたいです。そんなルセラフィムのメンバーたちは10月17日新しいミニアルバムアンジフラジャイルでカムバックを準備しています。アンジフラジャイルは試練に直面するとさらに強くなるルセラフィムのメンバーたちの内面と態度を盛り込んだアルバムだといい、メンバーたちの率直な気持ちが盛り込まれた作品になりそうです。愛らしい末っ子ウンチェも今回のカムバックでどんな魅力を見せてくれるのか今から楽しみですね。